感するる性能に特化した家電製品である単にサーキュレーターと称することもあり、本質的には扇風機と異なる。床、卓上に設置、風向きは上下するタイプがあるじで、メーカーによって高性能、高機能なエアサーキュレーターも販売されている。例えば、DC モーターの採用により、静音、省エネ化した機種。 自動首振り機能やタイマー機能等を搭載した機種が存在する。室内の暖気は上昇、冷気は加工するため天井が床より高温になり、床が天井より低温になる。特に空調設備を用いる場合は締め切った室内で使うケースが一般的でこれにより、天井と床の温度差が激しくなり、図熱はびれになりやすい。サーキュレーターの風向きを天井に向けて、 風を送り出すことにより、室内の空気が循環し拡拌させることにより、天井と床の温度差を少なくし、図熱足冷への緩和、エアコンは温度調節をする必要が徐々になくなるため節電や効率につながる。夏場にエアコンを使わず、窓を開けて窓付近にサーキュレーターを設置することで、風通しを良くする方法もある。可能であれば、風の通り道の窓に、 それぞれ一台ずつ設置して、一台は窓付近に置いて、吸気用、もう一台は網戸に接触させて排気用にすると、効果的である。冬場のエアコンストーブなどの暖房機器との併用で、効果を得られる場合がある。その他、洗濯物を乾かしたり、部屋の空気を入れ替える換気、などにも利用できる。AB 第153回線空気とは、ここが違う。 サーキュレーターを使って暖房費を節約テクノ、雑学、TDK テクノマガジン家電コラム、藤山鉄との実践。家電ラボ第14回、高級な DC モーター扇風機と、安い AC モーター扇風機の違いは何 ?AB。ミッション2等の節電、エアコン暖房の、賢い使い方を検証せよ。空気のお悩み調査隊が行く大金工業。 サーキュレーターや扇風機を使ってエアコンの節電省エネ、節電冬の節電アイディアやテクニックなどをエコで節約もできる情報満載。オールアバウト。ありがとうございます。